スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、先へのメンタルタフネスへの道。こんにちは、カウンセラーの先へです。私の会では、皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツ、そんなお話をお伝えしていく番組です。先月ですね、心の耳というメンタルヘルスのポータルサイトから、うつ病とはというところで、皆さんにうつ病について少しね、ご紹介をさせていただきました。前回はですね、うつ病のまあ分類というか、そういったところを少しお話ししたりですとか、うつ病と、双極、まあ、双うつ病ですよね、そういったところがちょっと違うよみたいなお話をさせていただいたんですけれども、じゃあ実際にその、まあ、前回もね、早期発見早期治療がいいですっていうお話をさせていただいて、まあ、ちょっとこういったことがあったら気をつけてねぐらいなところをお話をさせていただいたんですけれども、もう少し具体的に、どんなサインとか、どんなところを気をつけたらいいのかなとか、そんなようなところを、引き続き今月もメンタルヘルスポータルサイトの心の耳から皆さんに情報提供させていただこうと思います。先へのメンタルタフネスへの道。綺麗、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。先へのメンタルタフネスへの道。ですね、そう、うつ病ね、あんまりこういうことばっかりしてると、逆にこんなん聞いてたら自分がなんかちょっとうつっぽくなっちゃうよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、でも本当にね、いつ誰がどこでなるかもわからないわけですから、もし、まあ、皆さんだけでなく周りの方が気づいていただけることも、これうつ病はできるんですね。なのでちょっと覚えておいていただきたいなという、うつ病のサインとしてですね、まず体の変化、体面で言いますと、まあ、朝早くね目が覚めちゃうとか、夜中に何度も目が覚めて、しまうとか、こういったことが、起きる。あるいは、食欲ですね、食欲がないとか、食べても美味しくない、食欲がないもそうですけど、食べても味がしないっていうの結構ね、あったりします。皆さんもそういう時ないですかね。私は本当に身近な、人がですね、同じもの食べてんのに、なんか今日すごく味薄くないみたいな、ほとんど味がしないみたいに、言う時がたまーにあります。で、そういう時、疲れてんじゃないみたいな感じで、今日早く寝たらみたいに声かけたりするんですけれども、やっぱりそういう味覚とか、
そういったのに出るっていうこともあります。で、何を食べても美味しくないとかね、あるいは、逆ですね、食欲が過食状態になるとか、知らない間に、なんかお菓子の袋を開けて食べてたとかね、そうなんです。食欲がないだけじゃなくて過食の方に、なる方も中にはいらっしゃいます。なので、この体重の、増減っていうのも、サインの一つっていうふうに言われてます。それから、疲労感が取れないとかね、朝からぐったり疲れちゃってるとか、体がものすごく重い。なんか CM でよく言ってますけれども、ああいう状態だったりとかがあります。あと、心の面、今が体の面ですね。だいぶ前ですけれども、何の CM だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、うつ病は、やる気が出ないとか、何事も億劫になるとか、そういう心のサインだけじゃなくて、例えば頭痛とか、ね、肩こりとか、そういうのも実はうつ病のサインなんです、みたいなのを、ものすごい前に CM でやってたことあるんですけど、覚えてらっしゃる方いますかね。あの風に、やっぱ体のサインが、実はうつ病だったっていうこともあり得ます。なので、体のサインっていうのも、まず一つ気をつけていただきたいですね。で、それから心のサインっていうのも当然のことながらあったりします。気分がね、ずっと落ち込んでたりとか、前回もちょっと言いましたけど、趣味が楽しめないとか、あるいは、何をするのも億劫になっちゃうとか、あるいは、すごくイライラして落ち着かなくって、こう、ずっと席に座ってらんないとか、ものすごい不安感がガーッと押し寄せてくるとか、そういったのもサインだったりもします。それから、行動面でのサインなんかも出てきますよね。タバコが増えるとか、お酒が増えるとか、皆さんね、ストレスかかってくると、そういった、行動面での変化出てる方、結構いらっしゃると思いますよ。それから、口数が減るとかね、あるいは自分にとってすごく否定的な発言が増える、どうせ俺はダメなんだとか、何をやっても認められないよね、みたいなことを言い出すとか、こんなようなサインなんかも出てきます。もちろんね、こういったことが出てきたイコール全てがうつ病かといえば全くそういうわけではないです。食欲が落ちることなんて誰だってあると思いますし、寝れない夜だって、1日や2日皆さんも経験があると思いますし、ものすごく落ち込んだりとか、もう自分なんてダメだみたいに自暴自棄になるとか、そういったことは誰でもありますから、こんなサインがうつ病イコールうつ病だっていうことではないんですけれども、でも大抵の方は、自分自身も振り返っていただいて、大抵そういうような落ち込みが出てそんな風になったとしても、それが1週間10日2週間ずっと同じですか、同じでしたか、ちょっと振り返っていただいてどうですかね。そんなに、2、3日ちょっと気持ちが落ち込むとか、あるとは思いますけれども、2週間以上、しかもほぼ毎日です。ほぼ毎日、そんなような状態っていう風になってきたら、やっぱりこれはね、ちょっと専門家の方に相談してみてもいいサインだと思いますので、そんなようなね、サインが、もし万が一出てきているならば、これは早めにご相談に行っていただいた方がいいと思います。先へのメンタルタフネスへの道。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。
中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105。 お香のことなら香木査定で検索。先へのメンタルタフネスへの道。周りの人もね、そんなようなところ、気づけるところがあると思うんですね。で、逆に本人が気づいてないけれども周りが気づくみたいな、サインもあったりすると思うんです。例えば顔色がねあんまり良くないとか、本人は無意識なんだけれどもずっとため息ついてるとかね、あると思うんですね。で、周りの人が、例えば同僚が、あるいは自分の部下が、あるいは自分の妻がとかね、ちょっとそういったことがあったら、どうしたらいいのか。まずは声かけてあげることがすごく大事なんですね。で、声かけて、なんか最近すごくため息が多いけど、どうした、なんかあったみたいに聞いてあげる。これはもう本当に誰でもできると思うんですね。で、そういうふうに聞いてあげることで、話を聞くことですごく、当然のことながらその人の気持ちが和らぐ、楽になるっていうことはありますので、周りの人がちょっとでもそういうあれっていうサインに気づいたとしたならば、ぜひちょっとですね、聞く時間っていうのを、設けていただきたいんですね。で、私も結構ですね、当然こういう職業なので、カウンセリングという場では聞きますけれども、そうじゃない時であったとしても、家族でも、もちろんしかり、できるだけ、そういうちょっとあれ疲れてそうだなの時には話をね、聞くようにしてます。で、特に、主婦の方だとね、主婦でお仕事もしてらっしゃると結構もう時間に追われるじゃないですか。で、それこそ家に帰ってからもちっちゃいお子さんのね、お母さん方は特にそうで、家に帰ってからの方がもう1分1秒戦争状態で、家に帰ってきてふーって椅子に座って一息つくのはもう夜10時11時みたいな人多いと思うんですね。仕事が終わって子供迎えに行って、急いで全速力でこうガーッと買い物をして帰って、で、帰ったと思ったらもう休む暇なく、ね、夕飯の支度をガーッてやって子供食べさせて、その後お風呂入れて、自分の体ももうきちんと洗う暇もないぐらいにガーッともうやって、で、子供寝かしつけて、それからふーっていう風にね、本当に日々日々こうやってらっしゃると思うんですけれども、例えばそんな時でも子供がね、小学校中学校になってくるとそれなりにいろんな悩み抱えてたりもしますよね。で、そんな中でガーッと仕事を終わってガーッとこう家事して夕食の用意しての時であったとしても、ちょっと子供がこうなんかいつもと違うなってっていう時があったら、できるだけお話をね、夕食の作ってる手を止めてでも私は話を聞いていただきたいなと思ってます。で、これって結構1分1秒争っている主婦にとっては本当に大変なことなんですよね。この10分15分話を聞くだけでも、もうイライラしちゃったりとか、もう早く寝かさないといけないのにみたいに思ってたりとかね、もう早く今作んないと
ね、夕飯がどんどん遅くなっちゃうとか、皆さんいろいろ考えると思うんですけれども、周りの人がちょっと疲れてるなとか、自分の子供がちょっと様子変だなの時には、お夕飯出来合いになったとしても、もう今日の夕飯はもうそうめんでいいかぐらいのね、茹でておしまいぐらいであったとしても、やっぱり私は話を聞いてあげる時間を意識的に作っていただくことの方が、もちろん栄養バランスを考えて夕飯を作るのも大事ですけれども、毎日毎日ね、そうでなくって今日だけは話をちょっと手を止めて、お夕飯が遅めになっちゃったとしても、これは聞こうっていうふうに思って聞いていただくのもありかなっていうふうに思います。そういうふうにすることで、ご家族の方とか、会社でも同じですよね。ものすごく1分1秒争って、上司の方もガーッと仕事してらっしゃって、会議に間に合わないとか、この書類どうしてもクライアントに届けるためにやらなくちゃってこうやってらっしゃいますけれども、部下の方がふとね見てみたら、ものすごくこうなんていうんですかね、覇気がなくてもうぐったりしながらパソコンに向かってるっていう状態だったりとか、なんかあれっていうふうに思ったとしたならば、少し自分がやってることを脇に置いてでも話を聞く時間、っていうのが必要なんじゃないのかなっていうふうに思います。で、やっぱりその10分15分ってものすごく、もちろん皆さんにとっても大事な時間なんですけれども、しんどくなってる相手にとってみれば、ものすごく救われる時間なんじゃないかなと思うので、それをしていただくことで、それこそうつ病のね、予防につながるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、何かあった時にはね、そんなふうにふと自分の手を止めて、その人の、話に寄り添う、向き合うっていうものをぜひ意識的にね、作っていただく。そうすることによって、うつ病というのが、少しでも予防ができるのであるならば、私はその時間を大事にしていただきたいなっていうふうに思ってます。で、その時に、話を聞く時に、聞く側としてお願いしたいのは、その時には、本当に聞くことに徹していただきたいっていうこと。どういうことかというと、特に会社ではですね、上司部下であるならば、上司の方はいろんなこう経験を積んでらっしゃるんですよ。で、いろんなことを知ってるからこそ、その部下の方の悩みに対しては、ああすればいいんじゃない、こうすればいいんじゃない、こうなったらもっと効率的にいくんじゃないっていう解決策なんて、ポンポンポンと浮かんじゃうんですね。はい、浮かぶんですよ。で、浮かぶのが決して悪いことではないんですけれども、浮かんだことをそのままですね、その方にもっとこうすればいいんだよ、そんなの大した悩みじゃないんだからみたいな感じで言っちゃうと、これですね、やっぱり話してる方としては、なんていうんですかね、すごい喪失感まではいきませんけれども、そうは言ってもできない自分がここにいる、そこを理解してほしいみたいな、そういう気持ちがあった時にはですね、結構こうより落ち込むというか、敗北感というか、なんていうんですかね、こううまく表現できないんですけれども、やっぱりこう気分は晴れないかなって思うんですね。なので、なんかこう話を聞いた時にアドバイスしたい気持ちがあったとしても、そこはぐっとこらえていただいて、話をしてる側が聞いてきたら、これ本当に部長だったらどうしますかとか、そんな風に解決策を求めてきた時には、これはその方のお考えを言っていただいた方がいいと思うんですけれども、そうじゃないケース、そうじゃない場面の時に、先回りしてこういうふうにしたらよくなるよとか、こういうふうにしたらいいんだよっていう
本人にとって良かれと思って言ってることが、本人としては非常に重くこうのしかかるケースっていうのがあるので、そこだけちょっと注意していただきたいかなって思ってます。なので、せっかくねお話を聞いていただく機会があるのであるならば、まず、気をつけていただきたいこととしては、相手にたくさん話をしてもらう場なんだということ。なので、7,8 割は相手が話してもらうように、こっちが言うのは相槌だったり、うなずきだったり、あるいは、ちょっとよくわからないところに対して、そこはどうなのっていうのをちょっと質問して深めることはやっていただいた方がいいと思うんですけど、その場で解決策を出さなくても、これはね本当に悩んでて本当に落ち込んでる場合の時には、解決策よりもまず聞いてほしいっていう気持ちが非常に強いと思うので、そこを意識しながら話を聞くことに徹するっていうのをちょっと意識してやっていただきたいかなというふうに思ってます。これご家庭でも全く同じで、私もですね、なので子どもの話、ここは今日は聞いた方がいいなっていう時には、本当に30分1時間食事を作る手を止めてでも話をする、聞くっていうことをします。でその場でやっぱりアドバイスをするというよりは、まずは聞いて、であなたはそれをどういうふうにしようと思ってるの、どんなふうに考えてるのっていうやり方というか聞き方で話を聞くようにしていて、なるだけ自分の私の考えを押し付けたりとかしないように、意識しながら話を聞くということもやってます。なのでね、周りでちょっと疲れてるな、なんかちょっとしんどそうだなっていう方がいたら、そんな風に話を聞く機会を積極的に設けていただいて、少しでも心を軽くしていただくと、うつ病というものにもならずに済むのかなっていうふうに私は考えています。先へのメンタルタフネスへの道、オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道、ちょっと話がねすいません、いろいろ重くなっちゃいましたけれども、まあ先月もうつ病とはっていうところでお話ししましたし、その前にもねちょっとうつ病の事例なんかもねお話をさせていただきましたけれども、やっぱり、皆さんがね、周りのみんなが元気でいることっていうのが一番大事じゃないですか。でそのために自分ができることなんて私自身もそうですけれども限られてるなって思うわけですよ。でも全くできないわけではないので、何ができるんだろうって考えた時に、それこそそっとね悩んでる人に本当に話を聞くというよりはそばにいてあげる、もうこれだけでも十分な時っていうのも結構あったりもするので、そんなようなことをね、少し、疲れてるな、しんどそうだな、大変なんだなっていう時には、ぜひそっとね、
手を差し伸べてあげるっていうことを少し皆さんも意識していただくといいかなっていうふうに思いましたので、今回そんなようなお話をさせていただきました。ではまた来月第4水曜日にお会いしたいと思います。ありがとうございました。